劣勢が続き、ポーランド政府が国外へ逃れる中、軍はワルシャワで戦い続けました。降伏を拒み徹底抗戦するポーランド軍にドイツ軍は猛攻撃を仕掛けます。ヒトラーは上空から戦局を視察しました。9月27日、ワルシャワが陥落。